スロベン州ダイアリー。スロベン州の日記。スロベン州ハリウッドへ。パート2。ハリウッドヒルズから少し離れたキャンプ場に来たようです。このキャンプ場のベンチで少しくつろいでいるようです。三角の形をしたテントがたくさん見えますね。スロエンジェルはこのテントに泊まるのでしょうか。中を見ているようです。リラックスしすぎ。さすが、ハリウッド。高級車が並んでいます。少し街中を歩いてみましょう。ハート型の可愛いものがありますね。これは何かしら？2階に来たようです。ハリウッドの字もはっきり見えます。これ、乗り物だったようです。ユニコーンの乗り物は初めて見ました。2つのユニコーンが向かい合っていたのですね。ハンバーガーの形のものが見えてきました。何かした？スイーツショップのようですね。カフェタイムでも楽しむのかな？スウェンジェルは別のお店のメニューを読んでいますね。バスが来たようです。今度も2階席のようですね。ストーン席だと写真が撮りやすいので、お天気がいい日はおすすめ。丘の上に来たようです。ここには何があるんでしょうか。こんな高いところまで来たようです。皆さんわかりますか？そう、スロエンジェルはハリウッドと書かれているところにバスで来たようです。ここからの景色も素敵ですね。高いところが大好きなスロエンジェルにとって最高の場所ですね。遠くの景色までハリウッド全体を楽しめるようです。今日はこの高いところからの景色を楽しみながら、ここのテントでリラックスするようです。テントの中もアメリカンサイズのため、スウェンジルにとっては広々としてゆっくりできそう。いかがでしたか？ハリウッドはまだ一度しか行ったことはありません。また行きたいな。では、次の動画で。おしまい。